番町のご飯は梅のおにぎりソルト。本日の企画は、急にサボろって言ったらメンバーはどういう反応するのかドッキリ。イエーイ。はい、このドッキリはですね、ソルトって自分で言うのもなんですけど、結構真面目というか、絶対に撮影参加するというか、こう全力でやってるんですけど、そんなメンバーが急にサボりたい、めんどくさいって言い出したら、メンバー止めてくれるのか、それとも心配してくれるのか、どういう反応をするのかっていうのを検証していきたいと思います。奈良の女優いっちゃいます。最近得意なんですよ、寸劇というか、なんかドラマを作るのが。それではやっていきたいと思います。ポンポン。おはよう。あ、おはよう。花粉で喉が終わりや。花粉やばいな。やばい、マジ最近マジでモチベーションが。え、ね、最近やばくない？やばい。そろそろやばくない？ほんまに。ほんまにリアルやばい。リアルガチに。どうしたんって思ってる。モチベーションがどんどん下がっていってる。だからさ、今日撮影のモチベーションはあんまないねんな。あら。サボりません。体調は？体調はいい。体調はいい。うん、一緒にサボらん？どうしたん？どうしたの？まず心配が勝つ。マジそれ。特にさ、ずっとここ住んでるわけやん。もう仕事とプライベートわけわからんやん、ね、絶対ね。え、撮影放棄一緒にする？まあ、でも後の3人に後の3人に任せていい企画だよね、今日のやつ。え、じゃあさ、外行って回さん。いやー、3人でカメラがね、回せないんだ。うん、あー、オフ、もう完全にオフなんや。うん、じゃあ酒飲みか。お酒飲む？今から居酒屋行く。え、行きたい？行きたい。おごりよ、今日だったら。うん、おごりよ。待ってくれてる。それでソルトがね、元気になるんだったらおごりよ。なるんだったら。優しい。え、でも撮影をサプることになんねんで、うん、動画に出れないっていう。まあそういう日もあっていいんじゃないかな。ただその分、それで休んだ分、明日からまた頑張らなきゃいけないけど。明日も休みたい。まあでもとりあえず今日は行こう。どこがいい、うん、何がいい、何食べたい。え、探すよ、探してくれるの。え、何が好きなん？キャビア。キャビア。おお、おお、金がかかる女の子。奢ってくれるんやんな。ねえ、奢ってくれるんやん。焼肉も、焼肉キャビア。焼肉アーンとかでいい。安楽チェーンとか。ジョジョエンしか食べれんくちなんや。うん、お酒も飲むで。怖い。まあでも今日は溺れて行っちゃったからいいよ。うん、ちょっと今連絡入れるわ、3人。あ、ちょっと待って、約束。とりあえずちょっとその前に約束したい。うん、いびき。はい、何を？あの、今から焼肉をおごるって言って。今から焼肉をおごります。あ、ありがとうございます。ということで、本日の企画は、急にメンバーがサボりたいと言ったら周りはどういう反応するのかでしょう。イエーイ。ありがとうございます。頑張って焼肉を。ありがとうございます。いびきにしちゃったからな。ただ焼肉をおごる約束をさせられただけの人や。しかも徐々に3倍まで。心配返せ。でもめっちゃ心配してくれてて、え、嬉しいと思って。あ、でもそういう時があったら言って。え、そう、飲みには行こう。うん、いろんなとこ行こう。え、でも結構ズーンってなってる時とか、ご飯おごろかって結構2人やってくれるやんな。うん、うん、そうね、確かに優しい。なんかそれで元気出るんだった。たださ、あさってまでとか言い出したらさ、どんなこいつだろうね。やる気なさすぎる。でも私めっちゃ元気やし、モチベーションに満ち溢れてるから。あ、じゃあ大丈夫。大丈夫だけど、おごってもらう。ゆみきにしちゃったから、やる気が楽しみ。おお、なんか元気ないやん。どうした？前々にさ、洋服の予定指摘されてなれた。もうやだよね。今日さ、なんか撮影めんどない。今日撮影だから、今からチョップ入れた。うん、行きたい。マジで行こうよ。いやいや、行きたいけどもね。でサボりたいよね。サボりたい。サボるってね、なんか悪いじゃん。お休みしたい。無理だけど、まああるさ、人間。うん、確かに。頑張れば休みは来るね。そもそもさ、最近撮影も詰め詰めやしさ、レッスンもさ、週に何回もあってさ、休暇日みたいなの必要。じゃあご褒美に前が何かお金買ってあげる。お菓子で釣られるのは小学生ぐらいまでだと思う。じゃあお菓子買ってあげるから、サブ。逆にね。お菓子欲しいよな。うーん、どうしようかな。でもさ、ほら、ソラちゃんがそんなこと言うの珍しいよ。珍しい。だから珍しいからどうしたのかな。結構メンタルの方やられてるかも。バイバイ。人付き合い悪いね。ほら、言われてんぞ、バイバイ。バイバイ言われてんぞ。でも、ちゃんと、今日が
頑張った分は違う時に一緒に遊ぼう。どうしても今日は休み。そうだ。ひーちゃんはどっち派？だから今日はそれちゃんと一緒にお休みする。明日から頑張る。明日から頑張る。明日。はい。今日いいよ、もういいんだね。うん、言ってらっしゃい。どうしてもサボらないんだね、君は。ほら、それちゃう。ということで、今年の企画はメンバーがいきなりサボろうと言ったらどんな反応するのか検証。イエーイ、ドッキリです。ひーちゃんがノリノリでサボろうとしているのもカメラで抑えられています。イエーイ。まいは素晴らしい。素晴らしいって言って違う、うちはソルちゃんの気持ちを思って。違う、ひーちゃんの前はただ単に休みたかったりとこの前にもポッとおもっちに仕掛けたんですよ。そしたらその二人はなんかめっちゃ心配してくれて10兆円を奢ってくれるまで。そこまで言ったの？そこまで。なんかごめん、なんかおかしい。やばい、格差。しかも最年長が。そう、最年長めっちゃお金持ってた。くしゅみでさ、彼女？うわ、今のカメラ回してみたかったな、あのおっさんみたいなくしゃみ。もうダメだ、ほんまに。今からさ、ディズニー行かん？ディズニー今からやろ。好き、ディズニー好きだよ。ティガーみたいなコスプレしてる今。おい、コスプレじゃねえよ、こうやって来たんだよ。わかる？行かんよ、撮影してもらおうよ。はぁ、おめめ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 してんの。やばいって言った。ディズニー好きやろ。好きだよ。行こう。いつ？今。撮影は？撮影サボる。何？撮影は？サボる。本当に言っとる？もう一回で帰るし、もう一回だろうやとか言ってた。ソルトはどこへ？今日いない。本当に？サボりたいの？どうしたの？大丈夫？ディズニー怒るよ。ディズニー好きやろ。サボるってディズニー行くのダメでしょ。撮影いや、やだ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 、サボるとか撮影サボるとか嫌だやだ、撮影頑張ろうって旦那にさ、一緒に住んでるって聞いてて、頑張ろう、宇宙でハッスルで頑張ろう、あの言葉どこに置いてきたんだよ。一緒にハッスルで頑張ろう。おーい、あれだけないから。だからあのハイタッチじゃない。ハイタッチ。ハイタッチ待ってた、こうやって今。頑張ろうじゃなくて。一緒に頑張るんでしょ、あんた。サボるときも一緒かい。頑張らなきゃ。確かに。分かってる？一緒に頑張ろう。じゃあグータッチしとこう。ピー。頑張ってください。お願いします。一緒に頑張りましょう。この先もずっと一緒にいてください。この先もずっと一緒に頑張る。ワクワクしてる。俺ディズニー止めてくれてありがとう。ディズニーにも負けなかったね。ディズニーに負けてないよね。すごいすごい。感動会。よし、感動会。よしよしよし。あと心配してくれた。結構いいんじゃない？ね。年下の兄弟心配とかできちゃって。調子乗っちゃった。本日いろんな方に仕掛けていきましたが、人それぞれいいところみんな個々であったから、そんな一面見れてよかったです。イエーイ。みんなも。なんか面白かったよ、感動したよっていう方がいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。また明日の動画も見てください。バイバーイ。